ホバーマンスフィア国立国立アメリカ歴史博物館世界で2番目に大きなホバーマンスフィアメンテナンス中リバティサイエンスセンターホバーマンスフィアはチャックホバーマンによって特許が取得されたハサミのような関節を折りたたむことで通常のサイズの数分の1に折りたたむことができる等速構造であるカラフルなプラスチックのバージョンは子供のおもちゃとして人気が高い 元のデザインは直径 15cm から 76cm まで拡張可能ないくつかのおもちゃサイズが存在する。ホバーアーマンスフィアは典型的には20、12面体の円に対応する6つの大きな円からなる。ホバーアーマンスフィアは特定の部位が離れて広がることを可能にすることによって展開することができる。各関節の動作はパンタグラフミラーを取り付けるために 使用されるようなハサミ機構、または折りたたみ式の椅子が、どのように動作するかのように、他のすべての関節に、リンクされる。より大きなモデルでは、代わりに糸、またはケーブルを送り出すことでこれを実現する。既存の最大のホバーマンスフィアは、エストニアのタルトゥにある、サイエンスセンターアホにある。完全に展開された状態での大きさは、直径5.9メートル。 この電動のスフィアは、重さが340キロで、航空気球のアルミニウムで構成され、折りたたみ状態と拡張状態の間を絶えず、繰り返す。球体は、センターの化学展示場の上に吊り下げられ、コンピュータベースのモーションコントロールシステムで作動する。このシステムは、音楽、照明、特殊効果で振り付けされた一連の序情的な動きで、球体を開閉する。上記のものより、 わずかに小さいホバーマンスフィアはニュージャージー州ジャージーシティのリバティーサイエンスセンターのアトリウムにある。700ポンドの玉は完全に拡張された時直径が18フィートになる。1993年スイスのビンタートゥールにあるスイスサイエンスセンターテクノラマに2つ目のスフィアが設置された。ありがとうございます。